800年の昔、すなわち寿永2年、真田家の演奏、海野幸宏、木曽義仲の軍に従い、備中水島に平家の軍勢を攻め、大勝を博しました。この時雲の部は生ます、勝ち抜きの声を上げるとともに、師匠幸宏を囲み、あれはさ進撃の大太鼓を打ち、金を鳴らし、ほら貝を吹き、上の目に合わせて手を振り足を上げ、えいえい王の掛けを勇ましく踊り狂いました。この時叩いた太鼓は勝ち時の太鼓と名付けられ、今でも祝い事がある時は必ずこの太鼓を打ち鳴らし、武勲の劉将と家運の長久を祈ることを習わしとしております。Thank you.
だよ。よし、今日はですね、大変に風が強くて、いろいろありましたけど、全部、お客さんに気がいかないように取り始めます。打ってても背中から風を押されてね、私が皆さんと飛び込むような感じで足で踏ん張ってますけど、はい、それでは、会場にもう一つ、太鼓を打たさせていただきます。これはさらに伝わります獅子舞いの太鼓でございます。会場公演9月15日運休を告げる天下分け目の大決戦6連戦の旗印のもと、その名を全国に轟かせた我が真田軍の獅子舞いにおける陣太鼓、真田獅子舞い。
い。信濃の国さだら、いざいざ、出陣。Yeah!